さん、こんにちは。今回はライザップで劇的な変身を遂げた芸能人たちに焦点を当て、その経験談とその後の人生について詳しく探っていきます。ライザップはその厳格なトレーニングと食事管理で多くの人々に劇的なボディメイクを提供してきましたが、特に芸能人たちのビフォーアフターは大きな話題を呼んできました。それではライザップで新たな自分を見つけた芸能人をご紹介します。井上公造。井上公造さんは芸能リポーターであり、有限会社メディアボックス、現株式会社公造クリエイターズの設立者です。フリーターや面体師メーカー勤務を経て、竹勝部の契約社員や編集長を務めました。30歳の時、1986年に芸能リポーターに転身し、その後1998年にメディアボックスを設立しました。芸能人とのコミュニケーションを重視し、徹底的な追求は控える姿勢をとっており、長年にわたりハワイでの芸能人取材を続けてきました。テレビ朝日モーニングショーややじ馬ワイドなどのレギュラー出演があり、年末年始にはハワイでの芸能人取材を行うことでも知られています。井上公造さんはライザップのプログラムに参加し、約 10kg の減量に成功しました。同じくライザップに参加したお笑いコンビココリコの遠藤章造さんと共に、新たな肉体を披露する記者発表会に出席しました。ライザップのトレーニングを約2ヶ月間行った結果、井上公造さんの体重は 69.2kg から 59.4kg に、体脂肪率は 20.2% から 13.2% に、ウエストは 83cm から 77.5cm に改善されました。記者発表会では、もともと太っている方が痩せるのは簡単かなと思う、遠藤くんの元の体重は僕のゴールでしたからね、と語り、さらに腹がパンツの上に浮き輪のように乗っかっていたことについて妻から醜いと言われたことを明かしていました。ライザップの CM に出演するにあたり、井上公造さんは経済評論家森永卓郎さんがライザップ CM で披露した体質改善に負けないことを目標にしていました。あの人にできるのであればできるだろうと思ったと語り、トレーニングへの意欲を示しました。ライザップのトレーニングは基本的に食事制限とトレーニングが中心で、週2回のトレーニングを行い、朝昼晩の食事をトレーナーにチェックしてもらっていました。2ヶ月半の間、ご飯、パン、麺は一切食べず、炭水化物を極力控える生活を続けました。食事の基本は肉も食べられるが、油分が多いところは避けるようにし、牛も豚も食べ、野菜も OK というものでした。肉体改造について、大変かもしれませんが変わった自分が好きになりますと締めくくり、その成功体験は書籍大人の男のライザップにも掲載されています。井上公造さんのライザップでの挑戦と成功は、多くの人々にとってのインスピレーションとなり、健康的なライフスタイルを追求する動機づけとなるでしょう。ただし理想の体型を手に入れた後もその維持は容易ではありませんでした。2012年のインタビューで井上さんは、ライザップ後体重が元に戻りつつあると語っており、一度の成功が永続するわけではないことを実感しています。加齢とともに健康維持の重要性を感じるようになり、2019年のインタビューでは、年を重ねるごとに食生活や運動の大切さを実感していると語っています。このように一度ライザップで理想の体型を手に入れた後も継続的な努力が必要であることを井上公造さん自身が実感していたようです。島大輔さんは横浜銀歯への弟分としてデビューし、最大のヒット曲男の勲章は後に様々なアーティストにカバーされました。映画では戦国自衛隊1549、ロックンロールダイエット、最近レッドなどに出演し、幅広く活躍しており、俳優や歌手など様々な分野で活動しています。ドラマではママはニューハーフでしおり役、連続テレビ小説ウェルカメで鈴木三平役、フリーター、家を買う、
で真田克也役を務めました。島大輔さんはパーソナルジムのライザップでダイエットに取り組み、 15kg の減量と血糖値の改善に成功しました。島大輔さんは肥満を放置していたところ、医師に糖尿病を宣告されたとのことです。健康リスクの話を聞き、子供が20歳になるまでは元気でいたいと強く思ったことをきっかけにダイエットを決意しました。トレーニングは週2回から3回、1回50分というスケジュールで行い、医師と相談しながら負担を徐々に増やしていきました。そのため毎日きついと感じることはありませんでした。一方で食事制限に対する不安もありました。食べられないというイメージを持っていましたが、実際には本当に食べてよいのと感じるほどいろいろな食事をとることができ、むしろ食べてくださいと言われて気持ちが楽になったと語っています。新 CM では診察室でぽっこりしたお腹をお医者さんに不摂生を怒られる島大輔さんが、男の勲章を BGM に贅肉をすっきり落とし、健康的に引き締まった肉体を披露しています。子供に体型について指摘された時にダイエットを意識したものの、なかなか一人では継続できず、そんな時にライザップに出会い、改めてダイエットを行うことを決意しました。ライザップでのトレーニングを始めてから外見はもちろん内面にも効果が現れ、主治医が驚くほど糖尿病の数値が改善しましたとコメントしています。島大輔さんのダイエット成功はライザップの効果を強く印象付けるものでした。変身ぶりはファンや視聴者にも大きな驚きと感動を与えました。しかしライザップでの減量後、島大輔さんは体重を維持することが難しく、再び体重が増え始めてしまったようです。このように島大輔さんはライザップでの成功とその後のリバウンドを経験しながら活動しているようですね。松平健さんは1970年代から活動を開始し、1974年にテレビドラマ初出演を果たしました。1978年に暴れん坊将軍で主役の徳川吉宗役を演じ人気者となり、時代劇の名脇役としても活躍しています。2004年にはマツケンサンバ2で着物にスパンコールをまといサンバを踊る姿が話題となり、紅白歌合戦に出場し、日本レコード大賞特別賞も受賞しました。マツケンサンバの印象が強い人は多いですよね。3度の結婚と離婚を経験し、2020年からは YouTube チャンネルを開設し、エンターテインメント動画を投稿しています。松平健さんはライザップのシニアプログラムを通して大幅な減量に成功し、その後も健康的な生活を続けています。50代後半から体力の衰えを感じ始め、還暦を迎えた頃に体重が大幅に増加したことがきっかけで、2019年末にライザップのシニアプログラムを開始しました。70歳前後の時期にライザップのシニアプログラムで約4ヶ月間取り組んだ結果、17kg の減量に成功しました。この成果により体力年齢が20代まで若返り、舞台での立ち回りや盾、乗馬などの仕事で息切れがなくなるという大きな変化がありました。ライザップ後もマツケンサンバなどの運動を続けることで健康的な体型を維持しています。また2歳下の郷ひろみさんと共演する機会があり、負けていられないという対抗心を持って健康管理に励んでいます。松平健さんはストイックなプログラムではあったものの、体調に合わせて少しずつ調整しながら続けられたことが成功の鍵だったと振り返っています。さらに松平健さんはフィットネスクラブライザップのコンビニジムチョコザップのアンバサダーも務めています。チョコザップについて、期限を決めて落とすのではなく、自由に運動できる、少しずつでも続けられると効果を話しています。普段のトレーニングはチョコザップの機械を4種類と有酸素運動を組み合わせ、30分程度のコンパクトなメニューを継続しているとのことです。松平健さんはライザップで健康的な体作りに成功し、その後も運動と食事管理を続けることで高齢になっても現役を維持できる体力を保っているようですね。浅香唯。
浅香唯さんは1984年8月にザ・スカウトオーディションの浅香唯賞を受賞し、翌年1985年6月にシングル「夏少女」でデビューしました。1986年にフジテレビドラマ「スケバンデカ3」の2代目浅宮咲役を演じて一気に人気アイドルとなり、1988年には金棒化粧品の CM イメージキャラクターに選ばれ、キャンペーンソング「シー・ガール」が大ヒットしました。デビュー時のキャッチコピーは「フェニックスから来た少女」で、1997年に活動を再開し、歌手、女優、タレントとして幅広く活躍しています。2022年にはプロ雀士の資格を取得しました。テレビドラマでは1986年のフジテレビ「スケバンデカ3」、2001年の TBS「判読」、2012年の NHK 大河ドラマ「平の清盛」、2020年のテレビ「宮崎ひまわり」「宮崎レジェンド」など、音楽作品では1988年のシングル「シー・ガール」が代表作です。浅香唯さんはライズアップに4ヶ月間挑戦し、体重マイナス 8.8kg、 体脂肪率マイナス 9.6%、 ウエストマイナス 13.3cm の減量に成功し、引き締まった体型を手に入れました。ストレッチで柔軟性を高め、体幹を鍛えることで引き締まったプロポーションを手に入れ、食事と運動を徹底的に管理され、健康的で美しい体つきを手に入れましたね。1980年代後半の人気アイドルだった浅香唯さんは、自己流のダイエットでは長く続かず失敗を重ねていましたが、50歳を機に、これからも輝きたい、おしゃれを楽しみたい、新しい自分に出会いたいと一念発起し、ライズアップに挑戦しました。2024年現在もライズアップで手に入れた引き締まった体型を維持している様子で、リバウンドしたという報道はほとんどありません。実は今まで引き締まった体になったことがないと告白し、ライズアップへの挑戦は不安でしたが、50歳のタイミングで良かったと語っています。また娘と2人でビキニを着たいと意気込み、同世代の忙しい人にも背中を押してあげたいとも語っています。浅香唯さんは50歳を機に本格的なダイエットに挑戦し、ライズアップで大きな成果を上げた後も体型を維持しており、新たな目標に向けて意欲的に取り組んでいる様子がうかがえますね。ライズアップでの経験を通じて自己管理の重要性を実感し、健康的な生活を続けるための努力を惜しんでいません。これによりさらに自信を持ち、外見だけでなく内面からも輝きを放つ存在となっていますね。浅香唯さんの成功例は同世代の多くの人々にとって励みとなり、健康的な生活を目指すためのモチベーションになるでしょう。大神泉さんはアナウンサーで、1992年に日本テレビに入社しました。1994年に田代正史さんとデュエット曲「熱帯夜」をリリースし、1999年に日本テレビを退社しフリーに転向しました。2000年に元プロ野球選手の本木大輔さんと結婚し、2006年と2010年に2人の息子を出産しました。日本テレビ時代の代表番組には「雲南世界征服宣言」「頑張るテレビ」などがあり、フリー転向後は「ノンストップ」などのレギュラー出演を務めました。またアニメ「犬夜叉」で神楽役の声優を務めました。大神泉さんはライズアップに挑戦し、5ヶ月間で体重 10.1kg、 体脂肪率 8% のダイエットに成功しました。ライズアップの CM にも出演し、51歳とは思えない美ボディを披露しています。最初の1ヶ月で 5kg の減量に成功し、5ヶ月間で体重 10.1kg 減、体脂肪率 8% 減を達成しました。ぽっこりお腹から大変身した姿は多くの人々に驚きと感動を与えました。ダイエットの成果は見た目だけでなく、生活や家族との関係にも良い影響を与えました。引き締まった体を手に入れたことで自信がつき、夫の本木大輔さんや子供たちとの関係性にもポジティブな変化が生まれたようです。
長男の入園式で楽々スーツが着られるようになり、目標が達成できた喜びを感じました。またダイエット中は気づかなかった更年期症状にも気づき、それに対処する意識も芽生えました。大神泉さんは10年以上太っていた状態から脱却できた喜びと、自分への甘えを許してしまった反省の気持ちを抱いています。人前に出る仕事よりも家庭を優先していたことが太った理由の一つだったと振り返り、ダイエットを通して自分の習慣や食生活を変える大変さを実感しました。52歳でのダイエット成功を機に、新たな自信と前を向く気持ちを持てたようです。ライザップの CM では、大神泉さんの驚くべきダイエット成功が紹介されており、51歳とは思えない引き締まった肉体美を獲得した姿はまるで別人のようでしたね。清水よしこ、1986年に相方の竹内美也子さんとピンクの電話を結成すると、その特徴的な甲高い声で人気を博した清水よしこさん、1992年頃からはコンビとしての活動はほとんどせず、タレントとしてピンで活動され、近年はご自身のセレブ婚やアスリートである娘さんの話など、ご家族のネタで注目を集められています。清水さんは2014年に2ヶ月間でマイナス 6.2 キログラムのダイエットに成功していますけれど、2023年の清水さんはリバウンドしているように見えます。清水さんはダイエットとリバウンドを繰り返しているイメージなので、またダイエットされるかもしれませんね。赤井秀和さんは伝説的なヤンキー時代を持ち、後輩からは絶対的な存在と恐れられていました。なにわ高校でボクシングを始め、近畿大学在学中にプロボクサーへ転向し、デビューから12連続 KO という日本記録を樹立し、なにわのロッキーと呼ばれます。1989年に俳優デビュー、代表作には自身の半生を描いたドキュメンタリー映画赤い、ドラマ「西遊記」の孫悟空役、映画「関ヶ原」の石田三成役などがあります。赤井秀和さんはトレーニングジムライザップの CM で、2ヶ月間の徹底した食事制限とトレーニングにより体重を 7kg も減らすことに成功しました。体重は 77.1kg から38年前の高校時代と同じという 70.1kg まで減少しました。これまでスポーツジムには通っていたものの、なかなか体の変化を感じることができませんでしたと話していた赤井秀和さんでしたが、今回は自身のあまりの変貌ぶりに驚き、 CM を見てくれた人にも驚いてほしいですし、こんな体になりたいと思っていただけたらと思いますと語っています。 CM ではビフォーとアフターの姿が対比されており、赤井秀和さんの腹部が目に見えてスリムになった様子がわかります。この変身ぶりは、赤井秀和さんが全盛期以上の肉体を手に入れたことを物語っています。減量効果の鍵はライザップの指導による徹底した食事制限にありました。元プロボクサーでもある赤井秀和さんは過去に減量経験があり、食事制限の重要性を熟知していたことが短期間での大幅な減量を可能にしたと考えられますね。具体的にはライザップのプログラムに従い、糖質制限を含む厳しい食事管理を実施しました。またトレーニングも毎日欠かさず行い、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることで全身の筋肉を鍛え上げました。赤井秀和さんのライザップでの挑戦はただのダイエット成功事例にとどまらず、多くの人々に対して健康的な生活の重要性を示すものになりましたね。赤井秀和さんは体を鍛えることで精神的にも強くなれると述べ、フィットネスの効果は体だけでなくメンタルにも良い影響を与えることを強調しています。ライザップの CM は赤井秀和さんの驚異的な変身を映し出し、視聴者に強いインパクトを与えました。また減量成功後も食事は控えめな量を心がけ、タンパク質を意識的に摂るようにしているようです。ジムでのトレーニングを欠かさず、有酸素運動と筋トレの継続や週に数回は自宅でも簡単な運動を行っています。このようにして CM での絞られた体型をある程度キープできているとのことです。
赤井秀和さんの挑戦とその成功は、年齢に関係なく、適切なトレーニングと食事管理を通じて誰でも理想の体型を手に入れることができるという希望を与えてくれます。梅沢富美男さんは1歳7ヶ月で初舞台を踏み、15歳から兄武雄が座長を務める梅沢武雄劇団で本格的に舞台に立ちました。20代半ばで舞踊賞の女方が話題となり、大衆演劇界のスターとして知られるようになり、下町の玉三郎と呼ばれるようになりました。低音ボイスとあてやかな女方姿のギャップが人気で、歯に衣着せぬ毒舌トークと頑固親父キャラクターで多くのファンを魅了しています。義理人情を大事にする一本気な性格で、ネットで炎上することもあります。1983年には第34回紅白歌合戦にも出場しました。梅沢富美男さんは約6ヶ月間で体重を 12.9kg も減らすことに成功しました。梅沢富美男さんは年々太りすぎて腰痛に悩まされていましたが、ライザップのボディメイクプログラムに挑戦しました。その結果、体重が 12.9kg 減り、内臓脂肪が 59.97cm に、皮下脂肪が 7.5% も減少しました。67歳で30代の体に戻れたと喜んでおり、内臓脂肪が半分になったことに驚いている様子です。また女方も綺麗になったので、ぜひ舞台にも足を運んでくださいと妖艶な女方姿も公開し、67歳にしてはイケてるでしょとご満悦のようでしたね。減量に成功した姿をライザップの新 CM で披露しています。女優の佐藤ひとみさんとともにダイエット体験を語り合う CM となっています。ライザップの CM 出演を通じて多くの人々に自身の成功体験を共有しました。減量後もジムに通いトレーニングを続けています。食事管理も徹底しており、夜は7時以降は食べないルールを守っているようです。体重の増減にも気をつけ、増えそうになれば直ちに食事制限をするなど、リバウンドを防いでいます。梅沢富美男さんは73歳の高齢にもかかわらず、健康的な生活習慣を貫き、リバウンドを防ぎながら減量後の体型を維持し続けていますが、現在は多少はふっくらしている印象はあります。しかし梅沢富美男さんの努力と成功は、多くの人々に健康的な生活習慣の重要性を伝えましたね。林家三平さんは1990年中央大学在学中に林家一平として落語家の修行に入りました。1999年にはシンガポールで英語落語金種番屋を史上初めて公演しました。シンガポールや中国など海外での落語公演を行う先駆者として知られ、2002年に真打ちに昇進し、平成14年度浅草芸能大賞新人賞を受賞しました。中国の上海、青島、アモイで中国語落語を公演し、2009年3月に2代目林家三平を襲名しました。落語のほかに琵琶演奏、少林寺拳法、サックス演奏などの特技を持ち、東京五輪パラ応援大使を務めています。テレビ番組への出演や CD の発売、著書の執筆など多方面で活躍しております。林家三平さんがライザップのボディメイクプログラムに参加し、4ヶ月で 18.6kg の減量に成功しました。林家三平さんは以前から肥満体型に悩んでおり、腰痛など健康面での問題を抱えていました。ライザップのプログラムに挑戦することを決めたのは、これらの健康問題を解消するためです。約4ヶ月間食事制限と筋トレを中心にボディメイクに取り組んだ結果、体重が 18.6kg 減り、体脂肪率も大幅に減少しました。イベントで披露した新しい体型はシュッとした姿で多くの注目を集めましたね。痩せると自信がつく、これからディーン・フジオカさんみたいになりますよと減量に成功した喜びを語る姿が印象的でした。そんな林家三平さんですが、プログラム期間にて一部で体調不良の噂がありましたが、林家三平さん自身は体調は最高ですと明言しています。減量に伴う体調変化はあったものの、現在は健康的な状態を維持できているようです。
体重が減ることで腰痛も改善され、日常生活における動きやすさが増したと感じているそうです。また精神的にも自信がつき、ポジティブな影響が広がっていると述べています。また激痩せの理由として、ネット上では焦点でのいじめなどの邪推する声もありましたが、遠隔師匠にいじめられたから鬱になったという意見も多かったけど、そんなことは決してありませんからと強調し、減量の理由はあくまで健康維持のためであり、職場の環境が原因ではないと否定しました。減量後も健康的な体型を維持するために、林家三平さんは食事管理と運動を続けています。ライザップでの成功体験を通じて学んだことを日常生活に取り入れ、リバウンドを防ぐ努力を続けているそうです。2023年の TikTok 動画では顔周りもすっきりとしていて、現在もキープしていることが確認できます。林家三平さんはライザップのプログラムを通じて大幅な減量に成功し、その後も健康的な生活を送っていることがうかがえます。減量前後の写真を見ると、林家三平さんの変化は著しく、別人のようと言われるほどの変貌を遂げましたね。これからも健康的な生活を続け、ファンに元気な姿を見せ続けてほしいです。松村邦洋さんはタレント、モノマネ芸人で太田プロダクションに所属しています。大学生の頃、バイト先のテレビ局で片岡鶴太郎さんに認められて芸能界入りを果たしました。ビートたけしさんをはじめとする従来にないモノマネで一躍有名になり、高田文雄さんや中尾明さん、野村克也さん、北野武さん、小泉純一郎さん、貴乃花光司さんなどのモノマネが好評です。 TBS アッコにお任せ、九州朝日放送朝です、日本放送ラジオビバリーヒルズなど多数のラジオ番組にも出演しています。幅広い人物のモノマネ能力が高く評価されており、特に高田文雄さんや中尾明さんなどのモノマネで知られています。松村邦洋さんはライザップのプログラムで8ヶ月間で30キロの減量に成功し、80キロまでの理想的な体型を手に入れました。しかしその後自主的なトレーニングを続けていたものの、現在はなんと約110キロまで体重が戻ってしまったようです。減量後の松村さんはデビュー当初の健康的な体型を取り戻していましたが、不規則な芸能活動の影響で体重のコントロールが難しくなったと思っています。特に食べ物を遠ざけることができず、リバウンドしてしまったことが大きな原因ですね。松村さんは一時期は自転車通勤などの運動習慣も取り入れていましたが、それだけでは10分ではなかったようです。ライザップでの劇的な減量後に体重を維持するためには、継続的な運動と厳しい食事管理が必要ですが、松村さんは芸能活動の忙しさと不規則な生活リズムの中で、その両方を徹底することが難しかったのでしょう。食べ物を遠ざけることができず、ついつい高カロリーの食事をとってしまうことが体重増加の原因となりました。さらに芸能活動のストレスやプレッシャーも影響し、暴飲暴食につながってしまったことも考えられます。このように松村邦洋さんはライザップのプログラムで劇的な減量に成功したものの、その後の体型維持が困難だったことが明らかになりました。体重を維持するためには継続的な運動と食事管理が必要ですが、松村邦洋さんのように忙しいスケジュールの中でそれを実践することは容易ではありませんね。減量後の体型を維持するためにはライフスタイル全体を見直し、持続可能な健康管理を行うことが重要であると言えるでしょう。石田恵里さんは1960年11月9日生まれの日本の女優です。1975年にチャーリー石黒さんのオーディションに合格し上京し、石黒さんの家に下宿して歌を習いました。1976年にドラマ「ウルトラマン80」で女優デビューし、1981年の映画「遠雷」で日本アカデミー賞新人俳優賞と主演女優賞を受賞し注目されました。「釣りバカにし」シリーズの主演を務め人気を博し、演技力の高さから
映画遠雷でアカデミー賞新人賞と主演女優賞を受賞するなど高い評価を受けています。石田恵里さんは映画だけでなくドラマや舞台でも活躍しており、映画遠雷、釣りバカにしシリーズ、花の乱、サッドバケーション、ドラマ金曜日の妻たちへ、課長さんの役年などがあります。石田恵里さんはライズアップに挑戦し理想の体型を手に入れました。56歳の時にライズアップに挑戦し、約3ヶ月間でウエストを 14.5cm 減らし、体脂肪率を 17.8% まで落としました。体重は 4.9kg 減少しましたが、脂肪を減らし筋肉をつけることでおばさん体型から理想の体型を手に入れることができました。ライズアップの CM に出演し水着姿を披露し、CM の発表会では理想の体型を手に入れるまでの道のりを明かしています。また CM のメイキング映像も公開されています。56歳にしてグラビア体型の水着姿を披露できたことは多くの女性の憧れとなったことでしょう。2024年現在、石田恵里さんはライズアップ直後よりは少しふっくらしていますが、体型は概ねキープされていますね。リバウンドしたという声はありません。石田恵里さんのダイエット成功例は同世代の人々にとっても励みとなり、健康と美を追求するためのモチベーションになりますね。生島ひろし、フリーアナウンサーとして活動をしている生島ひろしさん。生島ひろしさんは宮城県気仙沼高等学校卒業後、法政大学経営学部に入学するものの、20歳の夏の1971年大学紛争を機に渡米します。アメリカへ留学中は日本人らしく植木屋や庭木の剪定などのアルバイトで生計を立てながら過ごし、1975年にカリフォルニア州立大学ロングビーチ校ジャーナリズム科卒業し、1976年4月に TBS にアナウンサーとして入社します。その後、生島ひろしさんは TBS アナウンサーとして活躍したものの、1989年3月に TBS を退社し独立、自身の個人事務所である株式会社生島企画室を設立し最高経営責任者となりました。現在の生島企画室は所属タレントも増え、女優の浅野温子さんやタレントの結城真央美さん、中村梨紗さん、朝比奈彩さん、元貴乃花、若乃花関の母親である藤田紀子さんなど数々の有名人が所属するまでに成長しています。生島さんは2ヶ月のトレーニングの予定が撮影が1ヶ月伸びたので3ヶ月になり、結果としてマイナス 12kg のダイエットに成功したそうです。2015年当時、生島さんのライズアップの CM が放送されると、64歳とは思えない体に CG ではと話題になりました。2023年、生島さんはコロナ禍で少し体重は戻ってしまったそうですが、週3から4日はジムに行ってプールで泳いだり水中筋トレをしていると話していました。奥さんとチョコザップにも通われているそうです。体重だけ見るとリバウンドしていますが、ライズアップに通ったことで今でも運動を続けているのは成功したと言えるんじゃないかなと思います。いかがでしたか？多くの芸能人がライズアップでのトレーニングやダイエットプログラムを経験し、その経験談を公表してきました。ライズアップでのトレーニングは芸能人たちにとって厳しいものであり、努力や決意が必要です。ライズアップ芸能人の経験談は単なる体型改善だけでなく、健康への取り組みや精神的な成長についても語られています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。